トラバンコアリクガメは、リクガメかインドリクガメ属に分類されるカメ。模式標本の産地は、トリバンドラム周辺。種小名トレバンカレツェは、トラバンコアノのいで、和名や英名と同義。インド固有種最大高長35.5センチメートル。メスよりもオスの方が大型になる。甲看板はない。甲部円看板はややノコギリ状に尖る。 廃校の色彩は褐色。孵化直後から、ある甲板は褐色か暗褐色で、諸生甲板の周辺には、不明瞭な暗色斑が入る個体が多い。復興は大型。左右の肩甲板の継ぎ目の長さは、左右の胸甲板の継ぎ目の長さの1.0から1.4倍属内では、中間的。復興の色彩は褐色。上顎の先端は、針状に尖り。 頭部の色彩は白やピンク色で、目や鼓膜の周辺は濃いピンク色。獅子や青の色彩は高褐色や褐色。妖体は後部円甲板のノコギリ状の突起が顕著だが、成長に伴い滑らかになる。オスは第二、第 2C 乾板後部が盛り上がる。またオスは、目や鼓膜の周辺の濃いピンク色がより顕著。 俗内の系統解析では、エロンガータリクガメに近縁とされ、単系統群を形成すると考えられている。以前は、セレベスリクガメのシノニムとする説もあった。形態比較やミトコンドリア DNA 内にある、シトクロム B の塩基配列解析による、分子系統学の研究などにより、現在は本種を、独立種とする説が有力。標高1000メートル以下にある、 上緑公葉樹林などに生息し、岩が点在する環境を好む。主に白明白ボジに活動する。木の根元、岩や倒木の下を隠れがにする。高温時や乾燥時には隠れがで動かずに過ごす。植生は植物食の強い雑食で、植物の葉、花、果実、タケノコ、キノコなどを食べる。また、胃の内容物から、 昆虫やカエルが発見された例もある。繁殖形態は乱生。堆積した落ち葉に飼育下では1回に1から7個の卵を産んだ例がある。卵は飼育下で146から149日で孵化した例がある。生息地では食用や薬用とされることもある。開発による生息地の破壊などにより生息数は減少している。原住民に 食用や薬用として採集されることもあるが、小規模な自家採集のみで、生息数に影響を及ぼすほどではないと考えられている。法律で保護の対象とされ、採集は厳しく制限され輸出は禁止されている。ありがとうございます。